獅子の玉座は、マサト・マキによる日本のライトノベル。イラストは、総はすみ。電撃文庫より2007年12月から刊行されている。2009年1月現在期間3巻。大陸ガトランの大国の一つ、ローレアン西王国は、ダルディス公国により滅ぼされた。西王国王家の唯一の生き残りである王女アリアンは、ダルディス皇帝との結婚を強制され。 婚礼の地である聖座島へ連れて行かれるが、その途中で元海賊の傭兵レオンに救われ、一緒に逃亡する。しかし、ダルディス公国の皇帝ユーサーの手によりアリアンは、再び捕らわれる。レオンは、謎の人物、ラウル、ジジラと聖座島へとアリアンの救出に向かうが、神々による創生典の主たる、大宮アルエルは、我が子である七人の兄弟神を呼び寄せ、 世にある財を用いて、地を満たす命あるものを作れと命じる。六人の兄弟神たちは速やかにその命に従うが、末妹、エウレネに残されたのは、ゴミと悪タのみだった。エウレネは、自身の父を、ゴミと悪タに混ぜて、人間を作るが、人間たちは、ゴミと悪タのごとく、無人に生まれ、我が物顔にはびこった。兄神たちが作りし者どもは、 それを良しとせず己の神の力を借り人間に戦いを挑んだ。地に、カバネが満ちていく様を嘆いたエウレネは、大ミはアルエルに訴えた。大ミはアルエルは激しく怒り、大地を引き裂き、その亀裂に、兄神たちを追い落とすと、その地を見捨てて異界へと去っていく。一人残されたエウレネは、深い悲しみに暮れ多くの涙を流し、その流した涙の海に深く、身を沈めた。 登場する神々英王、ライオネルの武勲誌英雄ライオネルは、ブカ王の王と通じた無二の親友ガマリエルの裏切りにより、国と民を失い、妻であるフルーリア王女をも奪われる。すべてを奪われて、身一つで炙り手の丘の頂に佇む彼のもとへ、異形の者どもが現れる。自分たちを祀らわぬ種族と呼び、どのような存在にもひれふさの彼らは、英雄ライオネルをともと認めブカ王の王との、 戦いに協力する。彼らはかつて、世の始まりに人間と敵としてまみえた種族であった。英雄ライオネルは、大見はあるエルより授けられた七つの神具を手に、地に満ちる全ての命をたたんとする部下をの王と、相対するために、賢人エラトスと古き、末路アヌ種族と共に千万の軍を率いて出立した。ガマリエルが逃げ込んだ、メイトにたどり着いた英雄ライオネルは、 生き絶えたがマリエルと腹を種に染めてこと切れている。フルーリア王女を見つける。王女の腹から生い出てきた赤子はブカオの王の新たなる姿であり、英雄ライオネルは死神で赤子を貫いた。末ロはぬ種族王子氏の司法、レガリアとても大事なもの。英雄ライオネルが、大ミはアルエルより授けられた七つの神具。手にするだけで満開の王となると言われている。アリアンは、英雄。 ライオネルの霊廟がある、星座島に隠されていると信じていたが、実際にあったのは封じられた部下尾の王であり、個々の行方は不明である。獅子の玉座、レギウス2007年12月10日、初版発行 ISBN9 兆7848億4024万1274四子の玉座、レギウスに巨人の、聖取りで2008年9月10日、 初版発行 ISBN9 兆7840億4867万2221指の玉座、レギウス産養成楽園 -2009 年1月10日、初版発行 ISBN9 兆7840億4867万4607。ありがとうございます。